江戸時代にですね、職人は素晴らしい布を作るべく、その生地が当時の将軍や天皇といった方々にも好まれるようにと、魂がこもっているようなものでした。今日もその伝統は受け継がれています。日本の職人の技に至ったと思います。ありがとうございました。